すみませんはいで。恋人の借金一緒に返すよ。ないですね。あの、これ、恋人の借金一緒に返すを一回やると、あの、ずっとやらされますよ。要は、自分が返さなくても借金返せるってことになっちゃうので、借金増えますよ。なので、あの基本的にはあの、恋人の借金は1円でも肩代わりしない方がいいと思います。結婚したらしょうがないけどね。 えー、金融機関から借金1,000万あり無職の24歳です返済がめんどくさいので自己破産しようかなと思うんですがメリットデメリットを教えてください、えっと、よくでも24で1,000万借りれましたよねでまあ多分金融機関で一回その弁護士挟んで相談して縮小できればいいんですけど、まあ、できなかったらもう無理ってことでなので一回弁護士通してみた方がいいですよ 結構弁護士通すと、あの、優秀な弁護士さんだと借金減らしてくれたりするので、要は弁護士に頼むだけで100万でも借金減ると、要は100万円返済しなくていいなので、めちゃめちゃ美味しいじゃないですか。なので、一回その弁護士さんに相談して借金を整理するっていうのは皆さんやった方がいいと思いますよ。皆さんというか借金を持ってる方は。 29歳無職の YouTuber です現実を見るに収益化を夢を見て毎日東京投稿してきたのですがいまだに収益化できず手元に100万円の借金があります周りからバイトデミーから働けって言われてるんですが正社員以外で働きたくありませんアンチからの誹謗中傷を開示請求してアンチからの自宅金に政権立てていきたいと思ってるんですがどうでしょうか、えっと、まず日本に住んでらっしゃらない人だと思うのであの日本に住んでない場合って日本で訴えてもあの受け付けてもらえない場合があるんですよね でロシアから日本人を訴えるとしても多分あの工事争達みたいなのをロシアやってくんないんじゃないですかねでまず借金をして YouTuber をやるのはどうかと思います <laughs> で正社員になったとしてもあの会社が潰れたらクビになるので正社員かどうかをこだわる必要ないと思いますまずあのお金をくれるかどうかが大事ですで大企業でも突然亡くなったりする時代なのであんまり正社員にこだわらなくてもいいんじゃないかなと僕は思いますけどね えと41歳です。自営業4年で約600万のカード借金、ウーバーイーツをしながら続けています。債務整理をした方がいいでしょうか言ったかななんかあの、たびたび止まるんですけど、大丈夫かなはい、というわけで、あの、債務整理をしないで600万を、 返せるとは思えないんですよね。ウーバーイーツしながら続けてるってことは多分自営業の売り上げの方そんなになくて。んで、ウーバーイーツって一生懸命頑張っても、まあ年収せいぜい400番ちょっとだかと思うんですよね。で、あの、大体その年収のその額を超える借金をすると、もう、あの、返すのはかなり難易度が高いっていうことになるので、とりあえず、あの、諦めるというのもいいんじゃないかなと思いますけども。 28歳で過去にマル,チ報マルチ商法や悪徳コンサルでクレジットカード消費者金を合わせて6社300万弱通が金積み上げてしまいました月収33万年収だと430万円現在あります借金,金と借金債で月収が消えてしまう現状,現状で自己破産や債務整理を検討するべきでしょうかえっとあの弁護士さんに頼んで債務整理してください個人でやると舐められるので でもしその、もうこんな状態なんで返せないので安くしてくださいっていうのでいくと結構弁護士経由でいくとじゃあ半分だったりですとかで安くしてくれれば合あるんですよねなのでそのなんかアデーレみたいな行政命令を受けてるところじゃなくてまともな弁護士さんに一回相談してみるといいんじゃないかなと思いますそういう状況なので在宅勤務しまくりですね今のフランスは。 えー、彼に振られた20代女です7年ローンで500万借金で整形し人生の悲しみの確率を減らすのは良コスパ投資ですかいいえ。<laughs> えとあの成形した人っと、ね、本人は元の顔よりは整、まあまあ、形って基本的にはその平均的な一般的な顔の方向に進むんですけどその本人は一般的な顔の方向に 一般的な顔の方向に行ったというふうな認識でいると思うんですけど、あの見慣れた人から見ると、あ、この人整形した顔じゃねっていうのが分かっちゃうので、その整形した人カテゴリーに入れられちゃうんですよ。で、あのキャバクラとかで働く分には全然モテると思うんですよ。そのあの見た目は綺麗だから可愛いねって言われてなんかチヤホヤされるんですけど、じゃあその整形した人カテゴリーの人と結婚したいかって言われると。 結構悩む人多いと思うんですよ要はその彼女にして一緒に遊ぶ分には整形全然してもいいんですけど結婚するとした時にえこの人元の顔どうだったんってなるじゃないですか。でその要はその自分の見た目を変えるために大金を使う人って金払いが。 多多い人が多いんですよ、ね、要はそのなんか嫌な顔の嫌な部分があったらじゃあ整形するわってお金を払うっていうのってじゃあ結婚しました働かなくなりました家にいますでもここの顔のここが気に食わないだからじゃあ手術をしたいっていうのが当たり前の思考としていっちゃうじゃないですか。 で結局じゃあ年取ったらじゃあしわが増えましたとか脂肪が増えて皮が垂れ下がりましたとか何か多分いろんな変えたい部分出てくると思うんですよ。でその部分をいろいろと変えていこうとするとどんどんメンテナンス費用がかかってくるのとあとそのブサイクな子供が生ままれた時にバレますよねあれれお母さんと顔全然違うぞみたいな。<laughs> あのそのなんか親子三冠的なところに行った時にそのお父さんの顔には似てるけどお母さんの顔とは全然違う変な不細工な子どもがいるぞみたいになっちゃうのでなのであの自分の顔は自分の顔として自信を持って生きてった方がいいと思いますよ。 ウェブデザイナー30歳です。年収540万程度で奨学金や過去不動産詐欺にあい、1300万近い借金があります。借金を早期に返済するためにお金が欲しいです。好きなゲームをしたりしているうちに仕事以外の時間が過ぎてしまいます。何かできることをしたいないと思ったりすご意見いただけると嬉しいです。返さなきゃいいんじゃないの ?1300 万はもう返せないっていうことで、あの、借金誠意の方向に行った方がいいと思うんですよね。もしくは自己破産とか。 さすがに1300万はきついと思いますよただまあ,あの30歳で年収540万はかなり優秀だとは思いますけどねなのであの債務整理する方向で頑張るといいんじゃないかなと思いますけども ADHD の気がある40代です仕事で人間関係も苦痛なため辞めたいと思っております精神的にも弱く生活保護でプログラミングをしてくれちゃうんですが可能でしょうかはいまた人間関係を避けるべく起業して失敗身内に借金があります 生活保護で借金は返せないので、働きながら少しずつ返していきますが、仕事が精神的にきついです。身内への借金なので、何とか返したいのと、一応会社を辞めたいという気持ちが挟まりにいます。何かアドバイスをいただけますでしょうか。何の仕事をしているのかによるんですけど、その人間関係にご苦手だとすれば、人間と関わらないアルバイトをすればいいんじゃないですか？その佐川急便の配送所とか？ えっと、A 社に借金20万円借り入れ期間1年と B 社に借金40万円借り入れ期間3年で、手てこと20万円あれすぐに返せるならどちら優先して返した方がいいですか利子の高い方。40歳です。パチンコが原因の借金が300万あります。飲食店の社員はりつつ、休みの日は Uber ーーの配達をして借金を返しています。1年半で返せる予定ですけど、やり方間違えていますか地道に返していくしかないですよね。まあ、1年半で返せるなら全然大丈夫だと思います。あの、いい経験だったと思って、ちゃんと返してください。はい。 あの、ま、踏み倒すとか自己破産とかいろんな手段ありますけど、それやっちゃうと、あの、クレジットカード作れないとか、結構デメリットが発生しちゃうんですよね。なので、あの、結婚した時になんでクレーカー作れないのみたいになると、説明めんどくさいみたいな。っていうのがあるので、ま、たった1年半でなんとかなるんだったら、あの、あと1年半頑張ってください。そして、あの、こんなところに1000円払わない方がいいと思います。はい。